こんにちは、よすねさん。やっぱね、寝ようと思ったけど、もう一本撮って寝ることにします。私がね、人生に後悔がないって言ってるのは、全ての人生を自分で手に入れてるからなんですよね。もちろん、皆さんのおかげっていうことはありますけども、でも、やっぱりね、誰かに依存したりとか、誰かに恵んでもらったりとか、誰かがいなければ成り立ってないってことが全くないんですよね。それこそ、本当に細かい点を言えば誰かのおかげってのはあるんですけども、基本的には自分で考えて、自分で行動して、自分で結果を積み取っての連続でここまで来てるんで、それですよね。組織のおかげとか、誰かのおこぼれとか、なんかのね、運とか縁とか、そういうのではないですね。それがはっきり感じられるから、効果はないなと思うんですけども、同時にね、他のことが全くわからないというか、興味がないんですよね。だから一本筋を通すってことは、他のことがほとんど見えなくなってくることなのかなと思いますね。多少はね、池袋交通事故とかは、あれ90歳の飯塚幸三さんでしょ、ああいうのとかはなんとなくわかるんですけども、でもね、ほとんどわからないのが流行りですね。わかんないっていうよりも、流行りと俺なんか関係あるのみたいなところまで来ちゃってるんで、なんか本当になんか社会人としては完全にいけてないですね。コミュニケーション障害というか。だから自分一人で何か帝国を作ると、本当自分一人ワールドですよね、もうこれは。かといってなんかよく考えたら、みんながやってることに参加してろくなことがないなっていうのもあるんですよね。そこにはなんかトラブルがあったりとか、わだかまりがあったりとか、なんか時間の消耗があったりとかね。でそれが楽しいって感じるってことは、その自由を勝ち取るための稼ぎっていうものに全然こう組みできないわけですよね。だからそういうのと縁が切れてよかったなっていうかね。遊ぶ友達は全くいないと。これね、ネット上にもいないんですよ、私。何かで遊ぶ人ってのは、これラッキーだなと思いますね。そういうことをもたもたしてられない、もうね、こんな年ですからね。で、竹原 TV っていうのを見たら、プロボクサーの竹原さんね、ガチンコの。もうあの人50ですよ。でも、チンピラとかに挑戦されるのを、あるんですよね。それで、YouTube でやってるわけですよ。で、スパーリングの前は、なんか生意気なこと言ってるんですよ。もう、ヘッドギアいらないですよとか、マウスピースいらないですよ。すぐぶちのめしてやりますよみたいな感じでね、言ってるんですよ。でも試合が始まったら一瞬でね、50歳の竹原さんがもうボンボンぶち殴るというね。で、意気がってたそういった荒くれどももね、あ、すいませんでしたみたいな感じでにやついて、もう全然叶わないですよみたいな、急におとなしくなって、最後握手して、あ、もう本当勉強になりましたみたいなね、ひれ伏してしまうという。だからなんかこう上り詰めると、竹原さんもちょっとおかしいところがあって、それは面白いんですけども、なんかね、外食っていうと焼肉以外知らないんですよ、竹原さんは。すごいですよね。で、ダイエット、まあ減量とかするじゃないですか。コンビニのものしか食べないらしいです。健康とかなんとかじゃなくて、コンビニのものしか食べてないと、減量の時。おにぎり2個とかね。このことも全く分かんないらしいんですよ。で、竹原さんが癌になった時に、奥さんが1000万円ぐらいかけて、年間、1年に1000万ぐらいかけてね、すごく栄養のいいやつを調べて調べて作ってくれて、それでがんから帰ってきたみたいですけどね。だからね、なんかこうその道で上り詰めると、確かに他にリソースを避けなくなってくるところあるんだろうなと思いますね。だからね、本来自分の本拠地であったはずのものすらね、でもなんか全然置いてかれてるっていうかね、いや、私が置いてったのかもしれないですね。いつまでもそういうところにいる人を置いてったのかも、なんて強かったりするんですけども、なんかもうね、いや、でもことね、もうことビジネス、金稼ぎについては、もう自分のリソースをぶち込んであるなと思いますよね。その代わり他のことはなんか全然ダメというね。で今合コン行ったらね、もう完全に蚊帳の外っていうか、全然ダメでしょうね。それで良かったと思いますけど、なんかね、意味のない時間を全く過ごさない、過ごすとしたら意味のある意味の時間
意味のある意味のない時間を過ごせるようになったかなと。そうですね。だから他者がいないっていうのはいいですね、やっぱりね。他者がいないっていうのは、いやなんかね、こういうと本当冷たい人間みたいになるんですけども、結局多くの人が悩んでるのはお金がないってことと人間関係があるってことですよ。でその逆ですからね、だってね、お金がある人間関係がない最高だみたいな削ぎ落とすと人がいらなくなるっていうね、また自己との対話ができるっていうのがいいですよね。まあ吉田さんもそんなとこじゃないですか。いってらっしゃい。